ご多忙の中、ようこそお出かけいただきありがとうございました。イングリッド・ロレマさん、マリアンさん、マリアンさんというのはロレマさんのあの冊子を作ってくださった出版社をやっておられる女性で、ここに並んで座っておられます。それから一夫常子さん、遠い国からようこそご参加くださり感謝いたします。私は作家の村尾靖子です。15分ぐらい時間をいただきましたので、どうぞお付き合いくださいませ。小松社長と私の出会いは23年ほど前になります。小松電気産業の企業の地であります、旧八雲村日吉の大庄屋だった須藤弥平王が、村と村の民を水害から救うために川に突き出した岩山を40年近くも一人で削り続け切り開いたという話をその時に聞かせていただき、本にして残したいというご希望でしたので、そのプロジェクトに参加させていただきました。300年も昔に村と村の民を救いたいとの一念から、自分の一生をかけ身代をかけて95歳まで来る日も来る日も岩を削り続けたという弥平王の志に痛く感動しました。これは最初は村の人も全部協力をしてたんですけど、何せ藩の方も予算がない、村にも予算がないということで、だんだんそこに協力する人も家庭の事情からできなくなって、一人ででもやってやるという弥平王のそういう志だったように思います。すべての政治家の方々、ご指導的立場にある方々にぜひ知っていただきたい物語でした。弥平王のおかげで300年後の今も八雲町は平穏です。その弥平王を書いた本が今回は間に合いませんでしたが、来年には再度出版されるのではないかと思います。悠久の川、須藤弥平王物語と名付けられております。悠久の川と名付けましたのは、いろいろな思いがあり、これは決して過去の物語ではなく未来へ続くようにとの願いが込められています。出版されましたらぜひお手に取っていただきたいと希望しております。最初小松社長にお会いしました時、八雲村の説明をするのに松江市の地図とか島根県地図を持ってくるのではなく、いきなり世界地図を広げてきて小さな村の説明をなさるような、そういう方だという印象を受けました。私は作家ですので話を広げる癖があります。ですから本当は違ったかもしれませんけど、今までにお会いしたことのない種類の方だというふうに思って、すごい人が八雲村にはいるんだなというふうに思いました。弥平王の本の出版プロジェクトから23年経った今、小松社長の活躍の舞台は皆様もご存知のように八雲からすでに世界へと移っております。弥平王の物語を書かせていただき、小松社長と弥平王は似たところがあると思うようになりました。本日のシンポジウムもあまりにも大きな課題や仕掛けに首をかしげる方もあるのではないかと凡人の私は心配いたしました。そこで凡人の私にでもわかる本日の壮大なシンポジウムの入り口として、私の拙い文章を聞いていただき、皆様のより身近な問題としてシンポジウムにご参加いただけましたらとここに立っております。かつて日本でも戦争があった、今の日本では昔話でも聞くように子どもたちも若者たちも戦争の話をします。日本が関わった戦争も終戦から70年近くになるのですから、致し方ないのかもしれません。私は1歳2ヶ月で戦争を体験した最後の世代です。今世界は大変不安な情勢となっています。世界では戦火の下で逃げ惑ったり命を脅かされている人々も多くいます。
本当にささやかなことですが、戦争体験者として語り続けることが今の私の役目ではないかと思っております。つい先日11月21日、広島市では世界の学者、国連関係者の方々などが集まって平和についてのシンポジウムがありました。日本から世界に平和の提言をしようというようなものだったと思います。その席でも戦争体験を語り続けることの大切さを言っておりました。戦争に関わった国々は双方ともに埋めるのが難しいほどの深い深い傷を負います。一人一人の力は小さくても、一人一人が声を上げることで大きな力につながります。自分の意思表示もできない赤ん坊や幼い子どもたちまでが戦争の犠牲になるのは理由はともあれ間違っていると思います。オランダ人彫刻家イングリッド・ロレマさんの作品が先ほど披露されましたが、そのモデルとなったベルタ・フォン・ズットナー女子、女性第1号のノーベル平和賞受賞者ですが、彼女の生きた時代はまさに戦争が日常の中にありました。ベルタ・フォン・ズットナーは若い時はノーベル氏の秘書で、ノーベル平和賞の提言もいたしましたが、後に作家で平和運動家として活躍した彼女は、武器を捨てよの作品を書き、その本は当時ベストセラーとなり、ヨーロッパやアメリカで評判になりました。主人公の夫や息子たちが戦争で次々と命を失い、築き上げた幸せは戦争によってすべて失ってしまう物語ですが、この主人公はずっとな自身だと思われます。彼女は反戦運動を熱心にしましたが、母として、妻として、家族を守るための必死の行動と思想でした。その流れはベルタ・フォン・ズットナー女子没後100年経った今も、いろいろな人によって平和への運動として引き継がれています。小松社長は2013年の9月、国際司法裁判所のあります建物、平和宮で世界の平和フィランソロピスト、日本語で言いますと平和のための努力、尽力した事業家とでも申しましょうか、世界の事業家20人の一人に選ばれて、平和宮でパネル展示されました。その中にはカーネギーホールで有名なアンドリュー・カーネギーさんもいます。小松社長は人知れず過去を乗り越え、近隣の国々と仲良くすることはできないものかと地味な努力をしておられたようです。なかなか誰もが心では思っていても行動する人は限られています。その平和宮で小松社長はロレマさんの彫刻作品ベルタ・フォン・ズットナーと出会い大変感動し、その作品と同じものが今日皆さんに披露されました。この作品への彫刻家ロレマさんの思いはものすごいものがあります。夕べも遅くまでこの会場に来て、あの像の顔とか髪とかをきれいに拭いてお化粧を施して今日皆さんに披露される、本当に時間の経つのももうお休みになったら疲れてるでしょって言っても一生懸命に皆さんに見せるのにいい状態で見せたいと頑張っておられました。あの絵西というのは誠に私は不思議なものだと思います。社長がもし平和宮で自分のパネルを展示されなかったら、平和宮に行かなかったらベルタ・フォン・ズットナーの銅像とも会いませんでした。ところがそういうことがあって、あの今日ロレマさんがここに来られてこういう式典があってます。絵西とは誠に不思議なものです。300年前八雲村の民の平穏を願い一心を捧げた弥平王と、150年ほど前ヨーロッパで平和を願って必死の運動を続けたベルタ・フォン・ズットナーの女子が今日出雲の国で不思議な出会いをすることになりました。数年前、誰がこんなことを考えたでしょう。時代は違い、東洋と西洋の違いはありましても、
世界が平和で穏やかにありますようにという願いは、野兵王もずっとの阿女子もずっと願い続けたことだったと思います。私たちは次の世代に何が残せるのか、自分自身はどこでどう社会貢献をすればよいのか、本日の講師の多くの意見の中から、自分が生きていくためのヒント、目標を見つけてくだされば嬉しく思います。子どもたちの未来のために、100年先を歩くであろう孫たちの未来のためのことも、少しだけこの機会に考えていただけると幸いです。どうぞ遠くの理解しがたい話と思わず、一人一人の問題としてご参加いただけましたら幸いです。本日提案される国民国連構想もそういったことの一つです。難しいことと思わずに聞いていただきたいと思います。それからこの素晴らしい会にこきつけてくださった小松社長に心より感謝をいたします。終わりに私の体験をエッセイにいたしましたものを朗読いたしますので聞いてください。これが私の平和への思いの源です。祈り。太平洋戦争も終わりに近い昭和19年5月、私は山口県宇部市で生まれた。私が満1歳の誕生日を迎えた年の7月、工業都市だった宇部市は B-29 による空襲を受けた。母は3歳だった姉の手を引き、私を背中にくくりつけて戦火を逃れ、郊外の田んぼ沿いのあぜ道をひたすら走り続けたそうだ。地獄絵のような光景を夢に見ては語り続けていた母を通して、私は戦争を知った。姉を体の下へ入れ、私をおんぶした母は、あぜの影に身を隠して、ちょうど外敵からひな鳥を守る親鳥のように、焼夷弾の火の海から私と姉とを守っていたらしい。なぜあの時あなたをお腹の下へ入れておかなかったのか。母はこの一時のために一生後悔しながら生きてきた。父の弟が母と私の上で燃え盛っている布団に気づいた時はもう手遅れであった。ほんの一瞬見つけるのが遅かったらお前さんの命はなかったぞ。叔父が口癖のように言っているセリフである。母の背中にくくりつけられていた私は大慌てで下ろされたが、その母の手に私の背中の皮膚がべっとりとくっつくほどの大やけどであった。母の気の狂ったような様を私は何度も話に聞かされた。泣き疲れて眠り続けるあなたを見て思わず祈ったのよ。神様、これは女の子なのですよ。こんなひどい体で一生生きていくなんてあまりにもかわいそうです。どうか一刻も早く苦しませないで天国にお召しくださいって、こんなことを祈るなんて母親として間違っているわね。いつまでもくすぶり続ける煙を間近に感じながら母はどれほど後悔したことであろうか。私たちが空襲にあって1ヶ月の後には日本は終戦を迎えた。私たちが草深い里へ落ち着き生活を始めて間もなく、姉は重い病気にかかり、戦後の薬も十分にない時代で手当の甲斐もなく短い一生を終えた。姉の死によって母の後悔は一生消えることなくつきまとうこととなった。ほんの一瞬、心の中で思っただけなのよ。一瞬の後には、神様どうぞこの子を助けてくださいって祈ったのに、罰が当たったのよね。母はひどい火傷を負った私を見て、思わず祈った言葉と引き換えに、姉が天国に召されたと思い続けることによって、自分を責めているのだった。姉が死んで
30年経っても母は娘を天国に迎えてくださいと頼んだ一瞬を思い後悔し続けた。そんな母の気持ちを知らず、私は辛いことがあるたびに母に八つ当たりしながら生きてきた。何年か前の夏、雑誌の取材で婦人誌の記者やカメラマンと広島を訪れた。その時出会ったのが K さんという女性だった。透き通ったような肌をした、今にも消えてしまいそうな感じのする美しい人だった。昭和20年の生まれで、生まれてすぐに原爆に遭い、白血病の不安と戦いながら生きておられる方だった。浴衣姿のよく似合う K さんと肩を並べて歩きながら、足は自然に平和公園の方に向かっていた。二人に言葉はいらなかった。もう戦後70年近くになる。戦争を知らない世代の方が多いだろう。しかし私も K さんも自分では記憶にない戦争を決して忘れることはできないのだ。広島の平和公園の夏の夜は満天の星空であった。慰霊碑の前の線香から絶え間なく煙が昇った。私も K さんも口にこそ出さなかったけれど、きっと同じことを祈っていたような気がする。膝を折り、じっとうずくまるように座った私たちの目に、慰霊碑の前の線香の煙を通して、薄明かりの中の原爆ドームが遠く歪んで見えた。星空を見上げるたびに、いつまでたっても気持ちの上で終戦を迎えられない私の母の悲しみと K さんの悲しい姿を思い浮かべるのである。ご清聴ありがとうございます。村岡様、大変ありがとうございます。